馬の小りは、爪将棋で、長手数の手順を得るために使用される技法の一つ。龍馬を、のこぎりの刃のようにジグザグに動かす。馬の小りの書出は1697年に、刊行された、武従千両が表した、将棋を焼かずという爪将棋作品集の、関東版外作である。初手から7二馬9一玉、7三馬8一玉、6三馬9一玉、 のように馬をジグザグに動かし、玉から遠ざける。その間、玉は八一と九一をひたすら往復する。二十一手目に二七馬と刺して、桂を取り、今度は九一玉三七馬八一玉三六馬九一玉四六馬八一玉のように来た道を逆に戻って、玉に近づける。三十九手目に七三馬まで戻ったところで八一玉、七二銀不りと違う手を刺し、 9二玉8四 k 打で入手した桂馬を打ち、同流同型と進めていき、以下長い収束に入る。次と図4を比べると盤面はたった1枚の違いしかないが、その間に36手が経過している。初期から21手目までの馬の軌跡は図五のようになる。将棋親数では、馬が単純に往復するだけだが、馬の小切りは、 昭和以降大きな発展を遂げ、馬が行って動く間に、別の手順を挟むことで一サイクルの手順を、長手数化する創作技法が発達した。現代の長長編詰将棋では、馬の小切りをベースにするものが非常に多く、2007年1月、現在の詰将棋の長手数記録第1位の橋本、康二、ミクロコスモス、第2位の添川康二、浸透加減は、共に、 馬の小切りをベースとしている。馬の小切りは、将棋の対局でも、理論上は生じうるが、現実に起こることはほぼありえない。馬の小切りには、様々なバリエーションがある。馬の小切りにおける大手は、離れた場所からのものなので、玉方は合駒をすることも可能である。馬が玉から離れるタイプの馬の小切りの場合、合駒をして一度離れた馬を近くに呼び戻すことにより、 手数を伸ばすこともできる。上に例として挙げた問題も、発表時は17手目36馬に対し7二歩、同馬9一玉7三馬、という手順を玉方の持ち駒がなくなるまで、繰り返してから桂馬を取って戻る手順となっていた。積んだ時に取った、不十七枚が、持ち駒として残るため、現在ではこの合駒を無駄なものとして手数に数えて、いない。 馬の小切りを含む問題を創作する詰将棋作家の中にはこの無駄な合駒を嫌い、合駒ができないような仕掛けをしておく人もいる。ありがとうございます。